はい、皆さんおはようございます。せんちゃんです。はい、昨日はね夜更かしをしたんですけど、どうにか起きて朝ごはんも食べてきました。朝ごはんは結構ねここら辺の名物だったりとか、牛タンカレーとかずんだ餅とかそんなものがありました。もうですね支度が終わりましたので、今日は新選組の聖地巡礼ということで、当時のね屯所だった林光院と仙台城跡に行きたいと思います。仙台城跡ではね、なんかこう土方さんが切れたらしいっすここまで歩いて仙台まで来て、函館に船で渡っていったってことなので、本州最後の地ってことですよね多分久しぶりにこう土方さんを追いかけられてすごく嬉しいです。はい、新選組好きの皆さんお待たせいたしました。次回は函館ですいつになるかはわからない早く行きたいよ五稜郭。それでは新選組聖地巡礼始めていきます。どうぞ。はい、今ホテルをチェックアウトしまして林光院を目指します。ここからはね徒歩10分ぐらいで着くみたいなのでね、歩いていきたいと思います。どうやらねこの道沿いにあるようです。左手側にねもう少し歩いていきます。通り沿いにあったんですけど、仙台の地名の起源、仙台仏道かな、仙台仏道かな、本当かな、地名の起源らしいです。まあきっとね諸説あるんだろうけど、こういうの見つけると面白いですね。ここね新寺通りっていう通りなんですけど、本当にお寺が多い。この左手にあるのも今お寺ですね。お寺がすごく多いです。あそこですね、林光院書いてあります。割と近かったです。ホテルからも10分もしないぐらいで着きました。すごいね、本当にお寺が多いですこの通りは。すごいな。はい、こちらが林光院ですね。ちょっと中は撮影できないので外側だけ失礼いたします。はい、おいいですね、趣があるやはり、うん、はい、林光院で、お参りをしてきました。中入ったらなんかあそこだけちょっと雰囲気が違うような、すごい静かなところでした。外はね結構こうやって大きいビルが立ち並んでるんですけど、すごいなんだろう、凛としてましたね。ということで小腹が空いたのでランチに行きたいと思います。仙台駅方面に向かいます。こっち、はい、こちらのなんだか素敵な道から駅へ向かいたいと思います。おお、ここもなんか急に静かになったわ。やはりこう木があるとね、都会の喧騒をね忘れられる、そんなねいい道でございますよ。ここの近くに住んでたら毎日散歩するわね私。ここから駅まではですね約徒歩で15分ぐらいで着くと思われます。あそこになんか鳩かな、あれキジかもしれない。あ、カラスだ。はい、最終的には公園に出ました。なるほどね、こう鳩たちの憩いの場所ですね。あららら、追っかけあって可愛いじゃない。昨日とは違うずんだを買ってきました。飲むずんだです。昨日よりもちょっと白めですね。早速飲んでみます。ミルク感が強いかも。ちょっと固めなテイスト。あ、美味しい。めっちゃ冷えてるわ。まだちょっとね硬いというか固まってる状態ですね。で今からランチするので、まあ、食前酒みたいな感じです。ここでランチします。はらこ飯気になりますね。これにします。他にもいろんなものがあります。これもいいかも。札2つ。このご飯が美味しい。あと鮭、鮭も美味しい。ここだここだ。このループル仙台で、仙台城の跡まで行きます。はい、乗り場は16番です。ここにね1日乗車券が売ってるところもあるので、バスをねたくさん使う人は1日乗車券買った方がお得だと思います。仙台駅はねかなりバス乗り場が多いので間違えないように注意です。すごいレトロなかっこいいバスですね。バスに乗り込みました。
仙台城跡のバス停に到着しました。バス停の前には自動販売機たくさんあるので熱中症に注意してください。では行きましょう。で今ここでこれだよね、やっぱね、伊達政宗像ですよ。はい、ここら辺をちょっと見に行ってきます。うおー大きいなー、あんなとこに大きな鳥が、かなり大迫力な、うおー、あれあれは場所的にあそこなんだよな、あれだよな、これが工事中の伊達政宗公の像です。これ見たかったんよ、いつも私が行くところ工事中なんだよな。一応ありました、思ったより大きい、想像よりも大きいですね、かなり大きい。あ、地震か、地震で傾いたんだ、なるほどな。はい、そしてこれが仙台城跡の史跡、いいですね。こっからの景色めちゃめちゃいいわ、綺麗、楽しい、あー綺麗、いい景色だ。はい、今少し涼んでいるところでございます。バスの時間がねもうちょっとあるので、もう少しゆっくりしていきたいと思います。政宗公はね工事されています。日差しがすごいです、もう目が開けられない。そしてね、あそこに仙台大観音があるのでちょっとお見せします。見えるかな、見えるかな、どうだろう、かなり遠いんですけども見えるでしょうか。白いの、白いね、あー見えるかな、これちょっと見づらいな、肉眼でギリギリ見えるくらいです。仙台大観音、かなり大きな大観音菩薩でございます。これが石垣のモデルですね、これか、石が大きいよな、本当になんか面白いな、こんな感じでオレンジ色になってますね。昔はこういう感じで石をね積んでいたわけですね、石と石の間にこう小さいのを詰めて、向こうが17世紀初期の石垣で、こっちが17世紀後期の石垣、さっきと違って隙間がないですね、隙間ぴったり、こういう感じなんだ、ちょっと違いますねやっぱりね。そしてここが本丸跡ですね、まあここまで土方さんが来たってことなんですよ、創世記っていうものですね。はい、仙台城跡に来たんですけど、すごい景色がいいのでぜひぜひねバスで来てみてください。はい、さて次来る時はね伊達政宗公の騎馬像がある時に来たいですね、治ってるといいな。はい、ではそろそろバスの最終時間になるのでバス停に戻りたいと思います。バスを逃すとね1時間歩かなきゃいけないので注意してください。仙台駅に到着。はい、仙台駅に戻ってきました。仙台駅から行ける新選組の聖地巡礼の場所ってあんまりなくて、ちょっと今回は薄い感じになってしまったんですけど、どうにか仙台はね攻略できたと思います。次は函館に行きたいと思いますので、ぜひぜひ新選組好きな皆さんお待ちしていてください。来年になるかもしれません。とりあえず駅ビルでお土産を買ってきます。そしたらね、まあ一杯飲んで帰ろうと思います。最後にズンダシェイクを買ってきました。何度飲んでも美味しい。はい、ということで今から帰ります。これにて仙台の旅はおしまいなんですけど、また来たいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の旅でお会いしましょう。せんちゃんでした、バイバイ。